今回のテーマは銀河のない銀河団です銀河団といえば名前の通り銀河がたくさん集まって出来上がった天体です最新鋭のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した銀河団の様子を見るとさまざまな形をした銀河が多数存在していることがわかりますただし光赤外線ではなく X 線で観測してみると様子が劇的に変わります同じ銀河団の場所を可視光と X 線で観測した画像を比較してみると可視光は銀河の集合ですが X 線で見ると高温のプラズマガスが銀河を飲み込むように広く広がっていますまた X 線や重力レンズ効果を使った解析から銀河団には大量の暗黒物質が存在していることが確認されています 例えばそれぞれの分布を示すとこのようになりますこの質量の比は銀河が3%プラズマガスが12%暗黒物質が85%となります質量の比を見ると銀河団という名前通りではなく銀河が最も少ないことになりますこのような観測的な特徴を考えると銀河団を発見するためには 可視光で観測されるよようなのの銀河の集合を探すよりは X 線の画像観測により広く広がった高温のプラズマを探す方が効率的になります。X 線の撮像観測を前提で行えれば最も良いですが、何かしら目印になるものがあると探しやすくなります。その目印の一つとして、銀河団の中心付近に存在する強力な電波を放つ。 楕円銀河が挙げられます銀河団のすべてが強力な電波を放つ銀河を持つわけではないのですが、おおよそ半数くらいの銀河団の中心に強力な電波を放つ楕円銀河が存在することがあります。例えば、超巨大ブラックホールを持つ M87 です。M87 は、イベント・ホライゾン・テレスコーププロジェクトにより、 ブラックホールが直接撮像されたとされる天体としても有名ですその真偽については論争が起こっています m 87のブラックホールシャドウが消えたの動画を参考にしてくださいブラックホールの直接撮像についてはいくつか議論があるものの m 87は乙女座銀河団の中に存在している活動銀河角を持つ楕円銀河です 活動銀河核の中心付近からは細く絞られたジェットが吹き出ていることでも知られています x 線で観測される銀河団のプラズマガスの中に m87 が位置しておりそこからジェットが吹き出ていることが見て取れますこのジェットのスケールも銀河よりもはるかに大きな構造であるため遠方の銀河団を探す指標となります このような特徴を調べるためイタリアのトリノ大学のバレンティーナ・ミッサーリア博士を中心とする研究グループは 3C297 と呼ばれる強烈な電波を放つ銀河とその周辺の環境に着目しましたこの銀河は地球から92億光年の距離にある銀河です研究チームはチャンドラ衛星の X 線やカールジャンスキー超大型アレイの電波のデータから 銀河団の主要な特徴を捉えていますまず X 線の画像を見ると銀河団の特徴である100万度以上にまで加熱された大量のガスが見て取れます。また電波の画像ではジェットが周囲の環境と作用して曲がっていることも分かりました。さらに電波と X 線の画像を重ねて見てみると逆側に吹き出たもう一つのジェットが周囲のガスに衝突し X 線の ホットスポットを作り出している証拠も得られましたこのような特徴は銀河団に典型的なものですただし可視光で観測される銀河を見ると様子が異なりますこの図は可視光の画像です横軸が石形、縦軸が石位です黒く見えているのが天体です強烈な電波を放つ 3C297 は 赤のの矢印の場所にあります研究チームは 3C297 の周囲で43個の銀河の候補を特定しました。二次元の画像を見る限りでは銀河団を構成するメンバー銀河と思われます。本当にメンバー銀河か確認するためには画像ではなくスペクトルを取得して距離すなわち赤方変異を測定する必要があります。そこで研究チームは 世界最大の光赤外線望遠鏡の一つであるジェミニ望遠鏡を使いスペクトルを取得しました43天体のうち19個が観測されていますその結果銀河に特徴的な気線をこのように観測できました横軸が波長でオングストローム縦軸が明るさです5つの天体のスペクトルを一例として示しています O と示された酸素などの気線が観測されておりその気線を元に赤方変位が測定されています測定された値は赤の四角の部分に記載されており一つの値に収束せずバラバラな値を示しましたどうやら同じ距離にあるわけではなく実際にはかなり距離が離れているようで銀河団を構成している銀河ではないことが明らかになりましたつまり 電波や X 線の観測的な特徴は銀河団と一致しますが銀河団を構成する明るく大きい銀河は 3c297 しかありませんこのような大きな銀河が少ない銀河団はこれまでにもいくつか発見されていましたが今回発見された 3C297 は92億年も前のものであり最も古い時代に存在していたものです。宇宙は 138億年前にほぼ点のような状態から始まったとされています。宇宙が誕生した頃には星や銀河が全く存在しておらず、当然銀河団のような大規模な構造もありませんでした。宇宙の成長を考えた場合、現在の宇宙で観測されるような大規模構造は星や矮小銀河などの小さな構造がまず作られ、それらの衝突や合体によって成長してきたと考えられます。 今回のような92億年前であれば、その衝突や合体の過程にある比較的大きな銀河がいくつか観測されると期待されていました。つまり、今回の結果を説明するためには、これまで理論的に想定していたよりも銀河や銀河団は宇宙誕生から急速に作られる必要があります。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測でも予想に反して、 たくさんの遠方銀河の候補を発見していることから、想定を上回る勢いで銀河が作られ、成長した可能性があります。急速に銀河や構造を作れない場合は、これまで最もらしいとされてきた、冷たい暗黒物質による構造形成モデルとは違うのかもしれません。暗黒物質には、熱い暗黒物質と、冷たい暗黒物質に大別されます。熱い 冷たいと表現されていますが、温度のことではありません。重さを持つ粒子の運動速度が速いか遅いかで分類されます。熱い暗黒物質は、光の速さと同じ程度で、質量を持つニュートリノが熱い暗黒物質の候補です。一方、冷たい暗黒物質は、光よりも非常に遅い粒子になります。どちらの暗黒物質が支配的であるかにより、 宇宙の構造形成の仕方が変わると考えられています熱い暗黒物質が支配的だと光の速さで飛び回るために小さな空間スケールの揺らぎは消えますしたがって宇宙の構造形成では最初に最も大きい超銀河段スケールの構造ができそれが分裂して銀河団、銀河と小さな構造が作られると考えられますつまり 今回のような銀河団に銀河が一つだけあっても良いことになります。とはいえ、まだ一例しか観測されていないため、たまたま得意な例が観測されただけかもしれません。今後、遠方の銀河団の蘇生がわかると、宇宙の成長の様子がわかると期待されます。観測の進展が楽しみですね。この動画をご覧になって、面白かったら、チャンネル登録と高評価、 よろしくお願いいたします。